フェルメールの作品では、17世紀のオランダの画家、ヨハネス・フェルメールの作品について記述する。フェルメールの作品は、疑問作も含め30数点しか現存しない。現存作品は全て油彩画で、版画、下絵、素描などは残っていない。以下には、若干の疑問作も含め37点の基本情報を記載し、各作品について略説する。 フェルメールの新作であるかどうかについては、意見が分かれる。新作とすれば、最も初期の作。聖、プラクセディスは2世紀頃の人物で、処刑されたキリスト教信者の遺体を清めることに、努めたという。彼女は殉教者の血を含ませたスポンジを絞っている。本作品は、フェリーチ・フィケレッリというイタリアの画家が10年ほど前に、描いた聖プラクセディスの写しと思われ、 構図は、フィケレッリの作品とほとんど同じであるが、聖、プラクセディスがその手に、スポンジと共にフィケレッリの原作にはない十字架を握っている点が異なっている。本作品は、1969年にメトロポリタン美術館で開催されたアメリカのコレクションにある、フィレンツェバロック美術という展覧会に、上記フィケレッリの作品として出品されたものであったが、 画面左下に、ミーア1655と読める署名が発見され、画面右下にもこれとは別の署名が発見されるに、至り、フェルメール作品とみなす研究者が現れた。フェルメール研究の権威の一人である、アーサー・ウィー・ロックが1988年、自分の著書に収録して、以降、本作品が、フェルメールの作品として紹介されることが多くなったが、疑問を持つ研究者もいる。 現存するフェルメール作品のうちサイズの点では最大のもの。課題はルカによる福音書重章のエピソードに基づく。キリストはマルタとマリアという姉妹の家に招待された。マルタはキリストをもてなすため忙しく働いている。一方でマリアは座り込んだままキリストの言葉に耳を傾け働こうとしない。マリアをなじるマルタに対してキリストは こういった、マルタ、マルタ。あなたは、多くのことに心を配り、思い患ずらっている。しかし、大切なことは一つしかない。そして、マリアは、良い方の選択をしたのだ。マリアの方に手を当てるポーズは、図像学的にはメランコリーを意味し、マリアが裸足であるのはキリストへの献上を意味する。現存する、フェルメール作品のうち、神話の登場人物を題材にした。 唯一のもの。多くの研究者がフェルメールの新作とするが、小林結子のように疑問を呈する研究者もある。一番手前の人物がディアナ。妊婦の一人がディアナの足を洗っているのは、キリストが弟子の足を洗ったエピソードを思わせる。他にも前景の水盤、アザミなどのキリスト教的シンボルが目につく。ディアナの隣の妊婦が自分の足を掴んでいるのも、 十字架に足を釘付けされた、キリストの受難を暗示する。画面左端の犬は、現存する、フェルメール作品に登場する唯一の犬である。修復前には、画面の右上方に、青空が描かれていたが、これは後世に描き足されたものと判明し、修復時に除去されている。また、画面の右端が切り、縮められており、制作当初の画面は、 現状より12センチほど幅が広かったと推定されている。鳥持ち女とは、やり手バーなどともいい、売春婦と客との仲立ちをする女性のこと。この作品では、左から2番目の人物がこれに当たる。その右にはワイングラスを手にした、売春婦と金貨を手にした客がいる。画面左端にいる、もう一人の人物を、フェルメールの自画像とする説があるが、確証はない。 フェルメールのギボ・マーリア・ティンスは、ディルク・ファン・バビューレンという画家の描いた、鳥持ち・女の絵を持っていた。バビューレンの、鳥持ち・女は、フェルメールの他の作品、仮走王とバージナルの前に座る女に、ガチ画ガとして登場する。若き頃の作品であるため、本来奥行きのある作品だが、まるで空間の整理ができていない。天才も、人間味あふれる一人の人間であったことを、 感じさせる作品である。室内の女性を描いた作品のうち最も初期のもの。画中にあるライオンの頭部の飾りのついた椅子、東洋風の絨毯、白いワイン入れなどは、囲碁のフェルメールの作品にしばしば登場する。テーブルの上の2つのワイングラスは、女が酒に酔って眠り、家庭の主婦としての務めをおろそかにしていることを暗示している。 テーブルの上の果物の鉢も性的な堕落を示唆するものである。女の背後の壁に掛けられた絵は暗くてよく見えないが、キューピッドが仮面を踏みつけている様子がわずかに見える。女の背後の開けっぱなしのドアの向こうには隣の部屋が見える。X 線写真によると絵のこの部分には犬と一人の男が描かれていたが、後に画家によって塗りつぶされたことが明らかになっている。 左方から光の入る室内に佇む女性というフェルメールの典型的作品のうち最も早い時期のものとされる。女性の手前にはリンゴ、桃などが盛られた果物鉢が見える。傾いた鉢からこぼれるこれらの果物は、打罪や許されざる愛を暗示し、開かれた窓は外界への憧れを暗示する。X 線写真によって背景の壁には当初キューピッドの絵が描けられ、 画面右手前にはワイングラスが描かれていたが、後に塗りつぶされたことが分かっている。キューピッドやワイングラスは、家中の女性が読む手紙が、不倫相手からのものであることをさらに強く暗示する。フェルメールの2点しか現存しない、風景画のうちの一つ。デリフト市内のどこで描かれたかについては、諸説あり、特定の場所を描いたものではないとする説も、有力である。放題は、 兵士と笑う娘とも。ワインを飲む女性と男性というテーマの作品は他に2点、ある。女性の服は窓辺で手紙を読む女の女性の服と似ている。女性に比べ、手前の男性が不釣り合いに大きく描かれているのは、作画にカメラオブスクラを利用したためと言われている。背景の地図は、ウィレム・ヤンス・ゾーン・ブラウが1620年に出版したホラント州と、 西フリースラントの地図で、誠意の女にも描かれている。デリフトの長簿、真珠の耳飾りの少女と共に、フェルメールの最も著名な作品の一つで、壁、パン、カゴ、陶器などの質感描写が高く評価されている。画面右下の箱状のものは即音器。フェルメールの作品には、女性像が多いが、働く女中を単独で、表したものはこれ一点のみである。放題は、 葡萄酒のグラスとも、室内の男女、ワインを飲む女性というテーマは明らかに男性から女性への誘惑を意味している。椅子に置かれた楽器も恋愛と関わり深いモチーフである。男性の手はテーブルの上のデカンタの取っ手をつかみ、女性にもっとワインを飲ませようとするかに見える。窓の色ガラスには片手に直角定規、片手に馬の手綱と靴輪を持つ節制の偶像が表され、 女性の行為に警告を発している。放題は二人の紳士と女とも。室内の男女とワインという道具立ては紳士とワインを飲む女と似ているが、もう一人の男性が加わることと女性の仕草にワインを飲むべきかためらっている様子の見えることが異なっている。男性二人の関係は曖昧で女性に飲酒を進めている男性は後方に腰掛ける男性と女性との間を 取り持っているとも見られている。窓ガラスの節制の偶意像は、どう種のグラスと同じ。背景の画中画に描かれた男性の視線は、ワイングラスを持つ女性の方に向けられ、この場の成り行きを見守るかのようである。音楽は恋愛と関連の深いモチーフである。左上の壁に掛けられた鳥かごは、家庭の主婦に期待される定説を暗示する。背景の画中画は、黒ずんでよく見えないが、 片手にカードを持つキューピットの像で、真実の愛はただ一人の人のためにあるという具合を表すとされる。全体に画面の損傷が大きい。運河と紙壁に囲まれた都市でエルフとを、市の南端にあるスヒー川の対岸から眺めた図。中央にスヒーダム門、右にロッテルダム門が描かれ、スヒーダム門の時計から、時間が朝の7時過ぎであることがわかる。 二つの門の間からは新教会の塔が一わ明るく照らされているのが見える。マルセル・プルーストの失われた時を求めてに言及されていることで著名な作品である。失われた時を求めてで重要なモチーフになっている黄色い壁はロッテルダム門の左に見えるが実際は壁ではなく屋根であると思われる。 女性が弾く楽器はバージナルで、その蓋には音楽は喜びの伴侶、悲しみの薬というラテン語の名がある。バージナルの上にかかる鏡は女性の姿を正しく映しておらず、鏡の中の女性の顔は音楽教師の男性の方へ向けられている。鏡の中には画家のイーゼルの一部も映り込んでいる。X 線写真によると当初は男女の距離はもっと近く。 女性の頭部は男性の肩に向いていた。フェルメールの画業の最盛期である1660年代半ばに何点か描かれた室内の女性単独像の一つである。画面向かって左から光が射す点は他の作品と共通しているが他の作品と異なり窓そのものは画面に描かれていない。女性は妊娠しているように見えるがこの当時の女性のファッションは ふくよかなシルエットが好まれ、厚手の綿の入ったスカートを履いているために、妊娠しているように見えるのだという説もある。この点は、天秤を持つ女、真珠の首飾りの女にも共通する。左から、光が差す室内に立つ女性というテーマは、おなじみのものだが、本作品では閉じられたカーテンを通してわずかに光が差すのみである点が、他の作品と異なる。 テーブルの上には宝石箱と真珠のネックレスが見え、光を反映している。女性が右手に持つ天秤は真珠か金貨を測っているように見えるが、実際には天秤の皿の上には何も載っていない。女性の背後の絵は最後の審判、つまり人間の魂が測りにかけられ、天国と地獄に振り分けられる様を表している。左から光が差す室内に立つ女性という、 おなじみのテーマである。女性は右手を窓枠にかけ、左手でテーブルの上の水差しの取っ手をつかむ。窓の外に水差しの水を捨てようとしているかに見える。テーブルの上の宝石箱は巨栄を表すモチーフである。女性は節制をして巨栄に走るべきかどうかの岐路に立っているのであろうか。題名は 窓辺で竜刀を引く女とされることもあるが、家中の女性は竜刀を引いているのではなく、長言していている手をふと休めたところである。このことは、右手の構え方や、右手が触れている弦と左手が触れているペグが異なっていることから判断できる。女性は窓の外を見つめ、誰かのやってくるのを心待ちにしている風情である。本作品は保存状態が悪いために、 痛みが激しく、また画面の暗さのためわかりづらいが、画中にはもう一つの楽器があり、向かって右には空席の椅子があることも、やがてやってくる来訪者のあることを暗示している。左から光が差す室内に立つ女性というおなじみのテーマである。髪にリボン、耳に真珠のイヤリングをつけた女性は、真珠のネックレスにつけたリボンを持ち上げ、 左の壁にかかった鏡を見つめている。鏡、宝石などのモチーフは伝統的に虚栄を表すものである。背景は白い壁のみだが、X 線写真により、当初は壁にネーデルラントの地図がかけられていたのを後に塗りつぶしたことがわかっている。女性の着ている毛皮の縁のついた黄色の上着は、手紙を書く女、婦人と召使いなど、 他のいくつかの作品にも登場するもので、フェルメールの死後に作成された、財産目録にはこの上着に該当すると思われる、白の縁取りのついた黄色のサテンのコートが記されている。画中の若い女性は、羽ペンを持って手紙を書く手を止めて鑑賞者の方へ視線を向けている。白い毛皮の縁のついた黄色い上着。 テーブルの上の宝石箱とリボンのついた真珠のネックレスなどのモチーフは他の作品にも使われているものである。他のフェルメール作品に比べて例外的にサイズが小さいこと、カンバスでなく板に描かれていることなど異色の作品であり、フェルメールの新作であるかどうか疑問視する意見もある。絵の前面にはフェルメールの絵にしばしば登場する。 背もたれに獅子や玉の飾りのついた椅子の飾りの部分のみが見えている。絵の各所に見られるフォーカスがボケたような表現や天平風の描き方はカメラオブスクーラーを利用して作画したためではないかと言われている。<laughs> X 線写真によってこの作品は男性の肖像を描いた別の絵を塗りつぶして描かれたことがわかっている。少女の謎めいた雰囲気から 北方のモナリザとも呼ばれ、フェルメールの最も有名な作品の一つである。他の多くのフェルメール作品と異なり、この作品には物語性や教訓性はなく、無地の暗い背景に、少女の上半身だけが描写されている。修復時の調査により、下塗りには場所によってオード、赤、クリーム色など様々な色を使い分け、微妙な階調を出していることが分かった。 少女の衣服の襟の白色がイヤリングに反映しているところも的確に描写されている。修復の結果、唇の両端に白の点を置き、唇の濡れている感じを表していることも分かった。この作品はトレーシー・シュバリエが2000年に発表した小説、真珠の耳飾りの少女及び、それを原作とした映画によって一段と有名になった。小説では、 フェルメール家の女中がモデルとされ、画家と女中の間に淡い恋物語が展開するが、無論これはフィクションで、実際のモデルは誰だったか、そもそも特定のモデルがいたかどうかは不明である。画面奥に楽器を演奏する人物を配する点は、音楽の稽古と似るが、この絵では女性が二人になっている点が異なっている。左の女性が弾く楽器はチェンバロで、蓋の裏面には、 田園風景の絵が描かれている。こちらに背を向けた中央の男性は斜めに置かれた椅子に腰掛けてリュートを引き、右の女性は右手で調子を取りながら歌っている。背後の壁に掛けられた絵のうちの一枚はフェルメール家の所蔵品であったディルクファン・バビュー連作、鳥持ち女である。これは売春婦と客、その両者を取り持つ鳥持ち女を描いた絵であり。 竜刀を弾く男性の関心が音楽以外のところにもあることを暗示している。本作は1990年3月18日に所蔵先の美術館から盗まれた。フェルメールの作品は1970年以降相次いで盗難にあったが本作品のみが現在も未発見であり FBI が捜査中である。この作品は 保存状態は悪い上に出来栄えも他のフェルメール作品に比べて劣ると評価され、フェルメールの新作とはみなさない研究者が多い。所蔵先の美術館でも、伝い、フェルメール作と表示している。フェルメールの描いた未完成作を彼の死後に他の画家が保湿したものだという説もある。フェルメール作とされる絵画のうち、板に描かれているのは本作品と赤い帽子の女のみである。 こちらに背を向け、イーゼルに向かう画家とモデルの少女とが表されている。この作品は、単なるアトリエ風景の描写ではなく、絵画芸術そのものをテーマとした、空意画とみなされている。青のローブと黄色のスカートをまとったモデルの少女は、月景冠をかぶり、名声を象徴するトランペットと歴史を象徴する、分厚い本を手にしている。通説ではこの少女は、歴史のミューズであるクリオであり、 画家は歴史画を描いていることになる。歴史画とは、聖書や古代の神話、古典文学、歴史上の事件などを題材とした絵画のことである。描く画家にも一定の教養と構想力が要求される歴史画は西洋においては風俗画、肖像画、生物画、風景画などの他のジャンルの絵画よりも一段高いランクの絵画とみなされていた。 背景の壁にかかる地図はカルバン派の北部諸州とカトリックの信仰を守った南部諸州に分かれる以前のネーデルラントの地図である。天井から下がるシャンデリアには過去の支配者であるハプスブルク家の紋章が表されている。これらのモチーフはフェルメールのカトリック信仰の表明ともみなされている。しかし画面中央にフェルメールの名前が刻まれていることから 後世の見る、目のない批評家、美術視野の解釈を含めた作品、それらを超える作品であると言える。なお、第二次世界大戦中、ヒトラーのためにナチスドイツに接収された。真珠の耳飾りの少女と同様、無地の暗い背景に少女の上半身の実が描かれている。しかし、真珠の耳飾りの少女ほど評価は高くなく、絵全体の印象もかなり異なっている。 真珠の耳飾りの少女同様、実在のモデルを描いたものかどうかは定かではない。女主人と女中、そして手紙というモチーフは他の作品にも共通するものだが、本作品では背景を黒で塗りつぶしている点が他と異なっている。女性が着ている毛皮の縁のついた黄色の上着は他のいくつかの作品にも登場するものである。フェルメールの原尊作のうち、 作者のサインと共に制作年が記された数少ない絵の一つである。本作品は地理学者とサイズがほぼ等しく、両者は一体の作品として構想されたとするのが通説である。モデルについては確証はないが、フェルメールと同年の生まれで同じデルフトの住人であった科学者、アントニファン・レーウェンフックではないかと言われている。フェルメールの死後、レーウェンフックが 遺産の管理に当たっていることなどから、二人の間には何らかの交流があったと考えられている。天文学者は、天球儀に向かっている。その手前にあるのは、アストロラーベという、天体の角度を測る機械である。机の上の本は研究者の J.A. ウェリュによって、アドリアン・メティウス著、星の研究と観察という書物であることが指摘され。 その本の何ページが開かれているかまで解明されている。壁の絵は、モーセの発見であり、ユダヤの民を導いたモーセは、地理学、天文学にも縁のある人物だと解釈されている。天文学者と対を成す作品とされる。フェルメールの作品のうち、男性単独像は、本作と天文学者の2点のみである。モデルは、長髪や鼻の形が、 天文学者の男性と似ており、同一人物のように見える。地理学者は、日本の綿入れ反転のようなローブを着、手にはコンパスを持っている。背後のタンスの上の地球儀は、天文学者に描かれている、天球儀とともに、ヨドクス・ホンリウスの作になるものである。フェルメールの作品には、商品が多いが、 中でも本作は赤い帽子の女、フルートを持つ女と共にサイズの小さい作品の一つであり、カンバスに描かれた作品の中では最も小さい。手紙のやり取り、楽器の演奏、飲酒といったテーマから離れ、生産的活動に努める女性を単独で表している点で他のフェルメール作品とは異なっている。 絵の各所に見える焦点のぼけたような描写はカメラオブスクーラを用いて作画したことの影響とみなされている。手紙を読み、書き、受け取る女性の像はフェルメールの得意としたものである。本作品では手紙を受け取って当枠顔の女主人と分け知り顔の女中が描かれ物語の細部は鑑賞者の想像に委ねられている。女主人が手にしている楽器は恋愛と関係の深い。 モチーフである。また、背後の壁にかかる会計を表した絵は、女性の揺れ動く心を象徴している。洗濯物の入ったカゴや、画面手前に見えるきは、恋に落ちた女性が家事をおろそかにしていることを暗示している。女主人と女中の描かれている、長方形の空間を、鏡であると見なす研究者もいる。なお、この作品は、ブルッセルにおける、 展覧会に貸し出し中の1971年9月24日に盗難に遭い、2週間後に発見されたが、盗難の際に、木枠からカンバスをナイフで切り出して丸めて持ち歩いたため、周辺部の絵の具が剥離してしまい、作品は深刻なダメージを被った。窃盗犯は、東パキスタン難民議援金を要求し、マスコミとも接触、その後ブリュッセル郊外で通報により逮捕され、 懲役2年の判決を受けたが半年で、出獄29歳で病死した。難民救済と文化財のことの軽重を問う物議が起きた。フェルメールの晩年の1670年代の作品には明らかな画力の低下が見られ、この時期の作品は一般にあまり高く評価されていない。本作品も1660年代の最盛期の 作品に比較すると表現が平板で単調になっている点は否めない。この作品は1974年2月23日に盗難にあった。犯人からは絵の返却と引き換えに政治的な要求が突きつけられ、その内容から IRA 系の人物の犯行と推定された。要求が通らない場合は絵を燃やすとの声明もあったが、盗難から2ヶ月半後の5月6日、 匿名の人物からの電話通報により、絵はロンドン市内で無事発見された。フェルメールの作品には手紙をモチーフにしたものが多く、本作品もその中の一つである。女主人と女中を描いた作品は他に恋文と夫人と召使いがあるが、これらに作品が女中が女主人に手紙を渡す場面を描いているのに対し、本作品では女性が手紙を書き、 女中はその手紙が書き終わるのを待っているという構図である。女中は窓の外を見合っている。テーブルの前の床には印象と風楼が転がっている。背後の壁の絵はモーセの発見をテーマにしたもので、天文学者の背景にも描かれている。この絵はアイルランドの首都ダブリンの近郊のブレジントンの実業家が所蔵していた時に二度盗難にあっている。 一度目は1974年4月26日に武装した犯人らにより強奪され、約一週間後の同年5月4日に発見された。犯人の一人は IRA 支持者で指名手配中であった、イギリスの上流階級出身の女性であった。判決は懲役9年。この事件の直後の修復で、絵画上に風呂が描かれていたことが発見された。 12年後の1986年5月21日には、同じ家からまたも盗まれ、この際はすぐには発見されなかったが、1993年、捜査当局は、絵がベルギーにあって IRA に敵対する組織に密売されようとしていることを突き止め、ベルギー、イギリス、アイルランドの警察が合同で、おとり捜査を開始。同年9月1日、 ベルギーのアントウェルペンで無事に絵を回収。犯人はアイルランドでも指折りの犯罪者、マーチンカーヒルであった。彼は逮捕されることはなかったが、後に IRA により殺害された。絵はこの間の1987年にアイルランド国立絵画館に寄贈されている。この作品より数年前に描かれた絵画芸術と同様、偶意をテーマにした作品であり、部屋の様子も、 絵画芸術のそれと似ている。片足を地球儀の上に乗せ、片手を胸に当てる女性は信仰の軍像であり、手前の床に転がるリンゴと血を吐く蛇は現在の象徴である。女性の視線は天井から下がるガラスの球体に向けられているが、この球体は信仰を受け入れる人間の理性の象徴とされている。女性の服装を含め、家中の道具立ては、 ペルージャ出身のチェーザレ・リーパが表した、空意画像集、イコノロギアに基づくものであることが指摘されている。背景の画中画は、キリストの卓形図で、ヤーコプ・ヨルダーンスの作とされている。オランダでは建国以来プロテスタントが、支配的で、フェルメールの住んだデルフトも、例外ではなかったが、本作品に見られるキリスト教のモチーフは、カトリック的であり、カトリック信者からの注文と思われる。 本作品については、細部はよく描かれているものの、女性の身振りが芝居がかっていて品位に欠ける点、女性の身体把握に不自然さが見られる点などから、現代の美術界ではあまり高い芸術的評価は与えられていない。似た主題のバージナルの前に座る女と共に、晩年の作品とみなされている。作法の窓から光の入る室内という設定は、お馴染みのものだが、この作品では、 室内全体は明るく照らされていることと、女性が光に背を向けて立っている点が他の作品と異なっている。背景のガチ画ガ画はトランプの一のカードを持つキューピット像で、女性の愛がただ一人の人にのみ向けられるべきものであることを意味している。同じガチ画ガ画は中断された音楽の稽古にも見られる。室内の壁の一番下、床との境目の部分には白地に青の模様の入った。 デリフト焼きのタイルが貼られている。これは壁のこの部分が掃除の時などに痛むのを防ぐためのものである。バージナルの前に立つ女やヤンミーンスモーレナール作のバージナルを奏でる女とテーマが似ている。前者とは画面のサイズもほぼ等しいことからタイの作品として描かれた可能性がある。ただし本作品はバージナルの前に立つ女に比べても一段と画力の 衰えが見られ、フェルメールが43歳で没する直前の最晩年の作と考えられている。画力の衰えは背景の画中画の額縁の簡略な描き方やバージナルの側面の大理石模様の描写などに端的に見られる。画中画は合奏の背景にも描かれていたディルクファン・バビュー連作、やり手ババーであるが、 この画中画が絵のテーマと密接に関係しているかどうかは定かでない。本作品はベートコレクション急増で文献で初めて紹介されたのは1904年であるが長年模索または万作とみなされていた。専門家による鑑定の結果キャンバスと絵の具が17世紀のものであることが明らかとなりフェルメールの新作とみなされるようになったのは2004年の ことであった。そして同年のサザビーズのオークションに出品されて、一般に知られるようになった。2008年の東京におけるフェルメール展の監修者で、あるピーター・ c サットンは、この作品のカンバスの組織が、レースを編む、女のカンバスとほぼ同一であり、両者は同じ布から裁断されたと推定されること、本作品とレースを編む、女のモデルの髪型がほぼ同じであること、 本作品には、フェルメール特有の画材である、高価なラピスラズリが使用されていることなど、作風、技法の両面から、本作をフェルメールの新作と断定している。一方、小林より子のように本作を新作と認めるにはなお、検討を要するとする、立場の研究者もいる。ありがとうございます。